普段はねこの岡山城っていうのはこの時間帯入れないんですけど、このねライトアップに限って、入れると、もし天守閣に登れるならどれぐらいね綺麗かなと。エレベーターで、ちょっと上の方まで行こうかなと思います。はい、皆さん、こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちは。もうそろそろしたらね、日の入りに、なるんですけど、今日は、前回行ったその、後楽園なんですけど、幻想庭園やってる中で、岡山城でもライトアップしてるということで、今日はね、岡山城の方に、行こうかなと、思っております。ちょっとね、まだ時間あるので、なんか、軽く、飲めるとこあればいいかなという感じで、ちょっとブラブラ歩いてるんですけど、ここでゆっくりできる感じなんですね。やってますね。結構屋台が。グラスで、はい、すいません。初日よりね、かなりね、人が、多いかなと思いますね。おそらくほぼ半数以上の方がね、後楽園の方に、行くかと思われるんですけど、今回は、岡山城の方に行こうかなと、思います。また幻想庭園とはまた違う、感じなんですけど、後ろのように、ね、ライトアップしてる。真正面からはいけないということで、違う場所から行くということで、これから、行こうかなと思います。普段はねこの岡山城っていうのはこの時間帯入れないんですけど、このねライトアップに限って、入れると、特別会館ということで、ちょっとね楽しみかなということなんですけど、
ちらがね開かずの門ということで、まあ、常にねこの門は閉まっていたということで、で明治時代のね廃城後にこの門ね壊されたんですけど、昭和41年に再びね作られたということで、ちょっと開かずの門にこれから入っていこうかなと、思います。昼間も来るんですけど、またこれ夜全くね雰囲気が違って、結構ねなんか風情があって、よりなんか岡山城の良さというかなんか感じますね。なんかイベントやってますね。というわけでこれがねその以上岡山城のメインのこのライトアップということで、でまあ外国人からちょっといろいろ質問来たんですけど、まあ、この傘は一体何なんだと、雨よけのやつなのかという質問があったんですけどね、まあ本当にこれはそれ用にね多分作ったと思うんですけど、まあねこれが普段使ってるそのアンブレラがこういう感じで使われてるということで、ちょっとね外国人の方もねびっくりしたと。いうような、意見というか質問をね、いただいてます。はい、ね、これからねちょっとねこの、ライトアップの傘の前にあるね岡山城に入っていこうかと思うんですけど、本当に、ね、夜は初めてなんで、もし天守閣に登れるんだったら どれぐらいね綺麗かなということで、ちょっと確かめていこうかなと思います。はい、1階から4階まではね撮影禁止ということで、まあ、エレベーターで、ちょっと上の方まで行こうかなと思います。やっぱりその大阪城とか福山城みたいに外に出れるというわけじゃないと。はい、皆さんご視聴お疲れ様でした。今日はね二条桃源郷と、いうことで、その幻想庭園、後楽園の、ね、幻想庭園と同時進行で始まるこの、岡山城の、ね、ライトアップなんですけど、本当にあの後楽園の幻想庭園と負けないぐらい、すごい綺麗な、ライトアップということで、またそのいろいろ ねライトアップの、嵐山とかあるんですけど、また違った感じでねすごい風情というか、その日本の文化をね感じるかなと、思います。というわけでね今日はこんな感じで終わろうかなと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それではね失礼します。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。